はい。今回はですね、ローソンのポンタ、ポイント運用がダメダメな理由ということで、えー、まあ、あの、ローソンのポンタポイント運用を、まあ、批判はしたくないんですけど、残念ながらあんまり良くないということで、今回ダメダメな理由っていう,いう動画を撮りました。で、どのポイント投資がいいのかも一緒に解説していきます。で、まあ、ポンタっていうね、有名なポイントがありまして、まあ、ローソン使う人なら使ってるかなと思うんですけれども、まず大前提として、ポイント投資をたくさんやってはいけません。 はい、いっぱいありますけどね、えー、これ、なぜかというと、発数のポイントが無駄になる可能性がある、で管理がめんどくさくなる、で、小学運用の場合、手数料が割高になる投資もある、もあるなんで、まあ、全部が全部とは言いませんがあ、小学投資だと手数料高いと、もったいないんですよね。なので、ポイント投資はそもそもたくさんやってはいけないものだと、3つも4つもやっちゃいけない、やっぱり1つか2つですねや、やっても2つだと思います、うん。なので、ポイント投資はまずたくさんやっちゃいけないんだよっていうのを、1つ、押さえていただいてですね。 ローソン・ポンター投資についいてて、ね、解説していきますで、えー、ローソン・ポンポター投資なんですけど、だめだめの理由は、もう一番はです、ね、手数料なんですね。まあ、今後改善されるかもしれませんけれども、お手数料ですで。投資の勉強にならないというのもありますが、これはもう後付けみたいな理由で、えー、もう一番は手数料ですで。手数料が高いのはメリット、デメリットで、えー、非常に手数料って重要なんですね。投資を選ぶにあたって手数料を見ないで投資するなんてありえないと。 おどんだけいい感じで、ね、説明されて、運用益がリターンが5%以上ありますみたいな、えー、10年後の資産が200万増えますみたいな、ね、アピールされててもお、手数料をしっかり見て、それがダメだったらもう全部ダメだみたいなね手数料次第では、もう手数料1個で、えー、全てが決まるぐらいに、思っても過言ではないぐらい手数料大事です。でえー、ローソン・ポンタポイントの運用の手数料は、あ 運用ポイントを、ポンタポイントに、ポンタポイントに変えるとき、手数料5%かかると。ね。もうこれはダメダメですね。えー、5%っていう数字。えー、もうこれはダメですよね。もうダメとしか言えないんですよ、これ。えー、それぐらいダメです。はい。もうダメ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 言ってますけども、おーまあ、手数料5%っていうのは高いです。これはここが改善されればいいですね。ここが改善されればいいんですけど、されないんだったら、まあ、扱う価値はないということです。で、えー、あと、投資の勉強にならない。まあ、ポイント投資はね、 えー、減ったり増えたりするだけで、そんなに投資信託を、ね、選んだりということも、まあ、あんまりないので、えーまあ、勉強にはならないかなと思います。で結局、ローソンポンタ投資をして何が残るかというと、何が残るかというと、もう手数料だけですよね。だからいらないということですね。で、メリットあるのったらありませんということですね。もうこの一文だけでですね、ちょメリットないんですよね、本当にこれ、手数料で。 手数料があんだけ高いとメリットがなくなるということなので、もうこれはもうどうしようもないです。でえー、じゃあ、ポイント運用は全部ダメなのかというと、まあ、いい運用もあります。えー、だから、そのいい運用をやっていくことが大事で、えーまあ、例を挙げますと、少額で国内株に投資,できる投資するんだったら SBI、ネオモバイル証券かなと、で、積み立て NISA に,に楽天スーパーポイントで投資できるというんだったら楽天証券、これは結構いいですね。 積みニてサ i s に T ポイントで投資できるのが SBI 証券。まあ、この3つで、えー、まあ国内株限定の場合は SBI ネオモバイル証券ですね。これも T ポイント使えるんですけど、で一番初心者向けかなと思うのは積みニてサで楽天スーパーポイントを投資できる楽天証券かなと。まあ、これはどのポイントを持っているかにもよるんですけど。 まあ楽天だったら店でもこうネットショッピングでも、まあ、あたまりやすいかなと。まあ、T ポイントも結構たまりやすいですけどね。まあ、その辺はあもう本当に個々で判断するということになります、まあ一。土地もいい証券会社です。なので、まあ、どっちのポイントがあるかによって変え,た変えたらいいかなというふうに思います。ポイントで投資できますまのね両方ともねで、えー。手数料はですね運用管理手数料っていうのがあるんですけど、まあ積み立てニーサーの場合は、まあ、インデックス投資でやると0点 0.1%でで、ねまあ、とかもありますけど、まあ、それぐらいでできるということで、かなり安いですね。SBI 証券も一緒です。楽天証券や SBI 証券はも本当におすすめの二大巨頭というところなので、まあ、どっちか使っていれば間違いないという感じですね。でローソンポ,ータポイントはです、ね、もう投資なんかせずにです、ね、投資せずおとなしく買い物に使いましょうとで。投資は楽天ポイントとかでいいですよというのが結論です。 ローソンポンタポイントね、たまって、投資でもしようかっていっぱいあったらね、思っちゃうかもしれないですけど、あの手数料が5%ってのは相当高いです。あ,ありえないんで。で、まあ、そうなると、じゃあ、あまあ、ポンタは買い物で使った方がいいんじゃないのっていうのが結論ですね。もう本当、5%も手数料あると運用成績良くならないですから、あの1%でもまあちょっと高いなと思うぐらいなんで、えー、5%ってなるとちょっときついですね。 でえー、僕は楽天ポイントを中心に貯めていて、基本的には楽天ポイントで買い物投資をしつつ、うー積立たて n は SBI 証券で開設しています。SB 証券だっはすみませんね、SBI 証券ですね。つ、えー、みたて n i 枠は SBI 証券で、えー、残った、えー、投資信託枠、まあ積立ニー s で僕は万額やって、残りが楽天でやってるんですね。でなぜ積立ニー n を SBI 証券でやってるかというと、当時、 僕が始めた当時は、ポイント投資がなかったんですよ。ポイント投資がない、な,くなかったから、まあ、どっちでもいいやっていうことで SBI 証券を選んだだけで、今だったら楽天証券を作ってると思いますね。まあ,あの、厳密には毎年変えれるんですけど、ちょっとめんどくさいですね。めんどくさいですよ。あの、ポイント投資できるようになったのは、つい最近っていうか、まあ、えー、いつだろう。2019年とかですかね。えー、だと思うんですけど、えー、僕がツみ立タにさ始めたときは、ポイント投資できなかったんで、えー、SBI 証券で開いてます。まあ、ただ、それだけの理由なんで、えー ポイントを使いやすい方で、積み立てニスワークは作った方がいいですね。で、えー、まあ、再確認です。もうこれ、重要なのは手数料です。何回も言います。手数料、手数料、手数料ですね。はい、手数料、手数料、手数料ね。5%、4%、3%、2%はもうだめ。1%なら、まあ、ありのやつもあるかなっていう感じですね。で、結論なんですけれども、おまあ、ローソン・ポンタ投資がですね、もう悪いのは手数料が高いと。もうすべて打ち消します、それが。 どんなにいいサービスでも手数料5%が全てを打ち消してしまうんですと。手数料5%と見た瞬間に、あ,あ、終わりだって思った方がいいですね。他見なくていいんですよ。時間もったいないんで。えー、手数料はやっぱり1%未満で、積み立て人数とかだったら0.3%とかできるんで、まあ、0.5%以内を中心に見ていけば、えー、大して間違わないかなというふうに思いますね。でえーまあ、あと、ね、LINE のポイントとかもね、なんか LINE で投資できたりしますけど、まああのー、いろいろあるんで、えー、ポイント投しては調べてみてくださいで。手数料をよく見てください。 手数料、安い方を、安いのをピックアップしていくのが大事です。ということですね、えーまあ、ポイントとしては楽天証券と s b i 証券が無難ですよというお話でした。本、え、当、ー、手数料はね、す、え、べ、ー、てを左右します。もう手数料だけ見てもいいぐらい左右しますので、えーまあ、どんだけ、ね、ポイントでローソンポンタポイントを持っている人は投資始めやすいと思います、このローソン,ローソンポンターポイント運用はね。 ただ、手数料が5%という時点でやっぱりやめるという選択肢を取れないといけないかなというふうに思います。今回の概要です。ありがとうございました。